いいサイズですね。おお、いいサイズですね。動画で行ってみます。マークも見えて、ね。何匹目ですか？いや、何匹目だ。5、6匹。おお。釣れてる釣れてる。ありがとうございます。ここで釣れたら楽でいいですよね。歩かなくてもいいし、忙しい時に。これからの時間ですかね。気温低いし、日が昇りきってから。これからですよね。ね、まあ硬くちゃ硬いと思いますわ。寒いですもんね。まあでもイワシが来て、マイワシ来てよかった。サバもこれ24ぐらいあるかもしれませんね。大きなサバ。あの3種類いますね。片口と。入り口から1つ目カーブまで。風も全然気になりません。マイワシもそこそこ釣れてます。西宮渓村午前7時台。風が強いと思ってたんですけども、入り口はもちろん沖向きでもこの時間、風はそれほど気になりません。気温は低いです。マイワシが回ってよかったです。南芦屋浜、東側石畳に来ております。風はないです。日差しも、強くなって、寒さもそれほど感じないです。死ぬ羽根、マイワシ狙えます。メジロも可能性ありです。午前8時、南芦屋浜の西側に来てます。風は、前から当たってますが、3、4メートルですので、竿は出せます。思ったより強くはないです。もうすぐ、日が当たってきますと多少暖かくなってくると思います。この時間気温はかなり低いです。釣り人10人ぐらいです。僕釣った。おお、割と大きいね。よし、美味しそうやね。さっき3匹連続、3匹釣っとったけど1匹逃げちゃった。惜しい。うん、顔が見えん。これぐらいでいいです。片口釣れてますわ。また日が当たってからの方がいいかもしれませんね。まだ気温が低いですが、それからマイワシが回ってくれたらいいですね。というわけで公園前も、風はないです。今のところサビキで片口イワシが釣れてます。これで日が当たってくると気温も上がって気持ちよい天気になりそうです。天気予報がひどすぎてどうなるかと思っていましたが、案外今日は釣り日和です。